はいどうも、山木です。今日は昨日のちょっと補足みたいなことをやってみたいんですけども、まあ昨日の話で俺サムネイルで龍神からの予言って書いたんだけど、龍神のこと一言も喋ってなくて、でまあその辺の補足ちょっとしたいのと、あとコメントでまあ日本の王様の話ね、ちょっとコメントをいただいたんで、まあその辺ちょっと話してみたいかなと思います。で、日本の王様のことは、羽振信二とかね、その安江邦夫さんが、まあその八卦神道の流れを組んでる巫女さんとつないで、なんとかその間に合ったっていう話があって、でその神社チャンネルでやってくれてたんですよね。それ安江さん話してくれてて、俺も見ました。で見た時に、あれおかしいなって思ったんです。その三代やってないっていうところでもう切れてんじゃねえのかなって思ったのと、であと本当にね、その辺の話、明治で入れ替わったっていう話も、俺はなんとなくその前後の関係とかね、その辺見てくと、まあ明治で入れ替えられて、でそっからまあ体格ももう性格もまるっきり変わっちゃったみたいなんですよ。大室虎之助っていう人間に変わってね。でそれが山口のその田伏のシステムですよ。でその田伏のシステム、長州ファイブだったりとか、伊藤博文とかね、板垣退助とかもだったかな、なんかまあお札になった人らですよ大体ね。でその連中がロスチャイルドと組んで、でまあ幕府を倒そうという話があったと。でそういうとこからの流れで、まあ会津との戦いにもなってくるんですけども、で本当のとこはなかなかね、正しい歴史っていうところで公にされてるもんじゃないからわかんないんだけども、結局南北戦争をアメリカでやって、でその南北戦争で余った武器がいっぱいあったわけですよ。でそれをじゃあ日本に売っちゃおうと。ほんで射程の長い方を長州側に売ったみたいなんです、ロシア側がね。ほんで射程の短い方を幕府側に売ったみたいなんです。だから歴然ですよね、そこの差はね。でそれでまあ乗っ取られて、日本が乗っ取られていったよと。で明治期からいろんなもん変えられちゃってんですよ、日本の仕組み。なんだっけ、催眠術で番号を取るの時も話したのかな、昔は催眠療法士っていう本当に効く治療やってた人らがたくさんいたのが、そういうもん禁止されてったりね。で明治ってなってから本当にいろんなもんボコ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 日本の中はいじられてます、海外から入ってきたいろんなもんにね。でそれまでもいじられてはいたんだけども、まだそこまでじゃなかったみたいですけど、明治以降はまあ特にちょっとひどいみたいです。で、あとまあタルタリア帝国とかね、もうその辺までひっくるめていくと、もう話膨大になりすぎてわかんなくなっちゃうんですけど、まあでもその明治のとこで、俺は天、まあ王様、日本の王様って入れ替わったんじゃないかなっていうのが、なんとなく自分ではしっくりきてます。でその体格も性格も人相も全部変わっちゃったんで、これ京都に置いとたんじゃ面が割れちゃってまずいぞっていうんで東京に移したっていうのも、あなるほどねっていう感じで自分は納得してます。だまだ遷都宣言はしてないみたいなんだよね。だから、まあ、東京は京都の人らに言わせるとまだ旅行の途中ですみたいなね。でいずれ戻ってきますみたいなことはおっしゃる方が多いみたいです。でじゃあ羽振信二が聞いて、今後も永遠にね、その王様家って続くのかっつったら、条文は発されたみたいだけど、寝さら下さらの中ではもう王族の支配は全部やめようよってことを書かれてたのが、なんかこの間外れたみたいな話もちょこっと聞くんですけど、
で、まだ、あれ、三次元終わんのに、今さら王様じゃないですよね。本当にもういいですよ、王様ごっこ。ねえ。俺はそう思います。だから、終わっていただきたいです。もう全部きれいにね。で、昨日もね、ちょっと出そうか出す前か迷ったんですけど、あんまりにも古くから言われてる、これ都市伝説なんですけど、でもね、知らない人にとっては、うおーって思うかもしんないんで、ちょっと見せますね。出すの恥ずかしいぐらい、これなんですけど、これ小和田雅子さんと、こっちが川島紀子さん、ね。で、これを互い違いに呼んでっても、読めちゃうんです、名前がね。で、これ、ヘキサグラムって六角形の補完関係持ってるって言われててね。で、俺が聞いた話では、この二人は、富士山の神様、この花咲夜姫の分霊として降りてきてると。で、王様家の解体に来てるよって話を昔聞いたことがあって。でね、こんなできすぎでしょできすぎなんですよ。本当にこれ誰がプログラム書いてるやついるよなって俺は思うんですけど。まあこんなことがあったりね。で、まあ終わっていいですよ。もう宇宙に飛び出んのに宇宙に行くときにはもう正当の竜神じゃないと通用しないですよ。と俺は思います。で、日本ってのはシリウスから来た竜族で、まあ最初海に入ったって聞きますね。水中生物、クジラとかイルカとかその辺に入って、で、最初に陸に上がったのがその日本人だって言われてます。で、ニュージーランドのワイタハ族か、の長老なんかも毎年日本に来てるみたいで、で、まあ日本ってのは兄だと。で、金竜で、早く日本人が目覚めないと、この世界がきちんと収まっていかないよっていうことで、もう眠りに眠りこけてる日本人の魂をなんとか起こそうと思って、毎年日本に来てくださってるみたいです。まあそんな話もあったりね。で、だから今のもう王様に男の子は生まれないわけですよ。と俺は思ってます。だから、その安江さんがやった白璃真珠、まあ安江さんが間に入って繋いでくださった形ですけど、まあ、3代やってないってのはもう成就しちゃってるし、だから俺は今回で終了じゃないかなと踏んでます。で、正当な竜神の正当な流れ、系譜ってのがおそらく登場してくんじゃないかなって思います。わかんないですよ、これ。証拠のない話ですからね。で、きちんとした話っていうかね、正式なそういう、まあ、情報が流れてるわけじゃないので、本当、そういうところを、なんとなくつまんできて、組み立ててみて、なんとなくこういう流れが納得いくかなっていうところで、でも事実は全く違ったりするのかもしれないですね。そこはわかんないです。まあ、王様の話は、そんくらいでやめとかないと、きっと、なんか、あんまり言っちゃいけないみたいですね。まだね、YouTube とかね。この辺でやめときます。で、ホピーの話をちょっとしたいんですけど、で、88年のその八ヶ岳のお祭りに、まあ、ホピーが来てね。で、まあ、ホピー、その時に、そのお祭りにだけ来たんじゃなくて、で、まあ、その前にも、宮田節さんっていう方で、映画監督の方なんですけど、で、その方が、日本山妙法寺の方から依頼を受けて、ホピの予言っていう映画を撮ったんです。で、まあね、正式のそういうロードショーに乗っかるような映画じゃないんで、で、ビデオテープを、そういう、まあ、そういうことに興味のある連中ですよね、ネットワークがあって。で、その中で回ってきて、俺も手に入れて、
まあお店、その頃は天竺茶屋っていう喫茶店仙台でやってたんで、そこでみんなに見せたり、で、どっかで集まるっていう時にちょっと持ってってビデオをかけたり、で、そんなことやってたんですけども、で、そのホピーが来たっていうので、俺はそのホピーに会いたくて、八ヶ岳のお祭り行ったんです。で、その時にホピーが来て日本でやったのが、あの、ビッグランって言って、あの時はヨーロッパ走った後だったのかな、ヨーロッパとアフリカ走った後だったのかな。まあ、ビッグランってあちこちでやってんですよ、ホピーの人らね。ほんで、日本では、広島から幌延、北海道の幌延までを、確かね、広島の原爆の炎かなんかをリレーで持ってったと思うんですけど、で、そのビッグランって言って、みんなでこう、距離分担してずーっと走ってくんですよ。で、それの、まあ、サポート隊を作ってくっていうんで、先発で来たホピーの方がいて、ホピーじゃねえ、あの人、数族の方でしたね。で、うちの店にも来てくれたんです、そういうのに。まあ、知り合いのネットワークで、あ、仙台だったらこういうとこあるよっていうんで、まあ、教えてくれてて。で、その、先発隊でこういう目的で自分たちはビッグランをやってるっていうこととサポートでどういう体制が必要だっていうことだったりで確かあの時何キロだっけ2キロぐらいずつ走ったんですかねでそれをずっとそのリレーで走る区間をずっと割り振りしていくんですよでそういうのの下準備でまあそれの前段階でその数族の方が来てくれてでねその名前は俺忘れちゃったんですけども名前ニックネームはベアハンドって呼ばれてる人でこう手のここのとこにあの熊の足跡の入れ墨があるんです手のここのとこにブワーっとねでベアハンドって呼ばれてる本名は分かんないんですでその人が店に来てくれたんですけどそしたらね、俺、生まれて初めてですね、絶壁の前に立ったような気分っていうかね、まあ、中には、なんつうの、こう、役者さんとか、ミュージシャンの人なんかでも、結構オーラのバーンとした人っているじゃないですか。で、ちなみにね、俺、昔デビューする直前まで、ハウンドドッグの事務所でアルバイトをやってたんですよ。ハウンドドッグの連中乗っけて、まあ、宮城県内、気仙沼とかね、そういうとこにメンバー乗っけて運んでったり、あと PA のセッティング手伝ったり。んで、あとね、一回はロックンロールオリンピックって言って、宮城県の村田っていうとこにあるスゴっていうとこで、まあ、レース場なんですけど、まあ、広いスペースなんで、で、そこで野外ライブやったんです。ハウンドドッグデビューした後だった、した直前だったかな。で、その時にARB と、あと RC サクセション来たんですよ。で、その、まあ、ステージある会場から、で、そこの駒草山荘っていう、ちょっと車で数分走ったとこに、まあ、ホテル宿泊施設があって、で、そっから俺、清志郎ステージまで車で乗ってたことあるんですよ。まあ、清志郎に関しては唯一プチ自慢ですね。で、そんなんで、俺、ミュージシャンとかもちょこちょこ会ったことは見たことはあったんです。で、だけど、そういう感覚と違うんですよ。もう、ドカーンとした存在感、本当に無機質な絶壁の前にポツンとこう、立ったアリンコみたいな気分なんです。で、この人の存在感ってなんだろうなって思って、で、まあ、不思議な存在感の人だなっていう感じで思ってたんですけど、言ったらあの頃ね、80年代ってそういうネットとか全然ない時代だから、名前のない新聞とか、あと80年代っていう、まあ、小冊子が月刊だったかな、あれ、隔月だったのかな。なんかそういう本が出回ってたり、んで、あと名前のない新聞とかそういうもので結構そういうスピリチュアル的な世界の話だったりね、そういうのが載ってる本があって、で、それで読んで後で知ったんですけど、
まあインディアンの人たちね、インディアンに誇りを持ってるって話したんですけど、そのアメリカ国家を彼らは認めてないから、だからコロンブスが航海してきて、でインドだと勘違いしてインディアンっていう名前をつけたっていうんで、奪いに来られたっていう、そこにこだわりを持っててインディアンと呼べという人もいるみたいです。まあ間違ってんだろうお前らみたいなね、まあそういう感じなんですけど、だからアメリカ国内では昔ベトナム戦争があってね、でベトナム戦争にやっぱみんな駆り出されていくわけですよ、若者がね。でやっぱその中にはまあまともな体じゃなくね、手足失って帰ってきた人だったり、あと本当ね、誰もしたくない人殺しをさせられるわけですよ。だから精神的に参ったりする人たちもいっぱいいたみたいだし、あとはもう物に命落としてしまった人とかね。でそういう人らがいる中で、やっぱアメリカの中でもインディアンって迫害される差別の対象になってるわけですよ。で、と自分家の息子が亡くなったお母さんとかが、でそのね、インディアンの人らとかに、うちの息子はアメリカを代表して戦争に行って命なくしたのに、お前らは何のこのこやってんだみたいな感じで責められたり、でだんだんもう国内に居づらくなったんです。あ、居づらくなったらしいんです、そのベアハンドって彼氏もね。で仕方なくそのベトナムに、軍に入ってベトナムに行って、そしたらその軍の中でも差別されるらしいんです。でまあジャングルの中をずっと行進して歩いたりするんですよ、その小隊中隊とかでね。でその時にも戦闘ってやっぱ一番危険じゃないですか、敵にね、真っ先に敵対するんで。だから戦闘ってのはその15分交代でずっと交代したらしいんです。で15分経ったらもう最後尾に回ってってのをずっと繰り返しながら、その行軍とかジャングルをまあパトロールしたりするらしいんですよ。でそれを彼は交代なしでずっとやらされたらしいんです、その自分の軍ですよ。その中でそういう扱いを受けて、で戦闘状態に入ったらもう後ろから自分に弾飛んでくるような感じ でそれをベトナムの方がそれを知ってて、やつだけは絶対殺すなって、そのベトコンの間にその情報が広まったらしいんです。だから本当ベトナム人に助けてもらって生き延びたみたいな感じの人だったらしいんです、後で聞いた話なんでね。だからあの存在感ってそういう修羅場くぐってきた存在感だったのかなって思ったことがありました。すんごい存在、俺あの後もあんだけのバーンとした感じの人ってまだ会ったことないですね。でそのビッグランってのは何を目的にして走るかっていうと、その母なる地球、母なる大地に自分たちが帰ってきたよっていうことを足音で地球に、そのマザーアースに伝えるために自分たちは走るんだって言って、で日本ではもう原子力でまあ象徴的、あの頃ちょうど幌延べの原発ができるできないとかで、なんかね、入り口でハンガーストライキやる人が出てきたりもしてたんです。でその時にまあ一個の象徴ですよね、広島ってのもね。だからそっからその幌延べまでをビッグランで走るっていうことで、で各大陸でも走ってたのかな。でまだ全部回ってはいなかったけど、まあその途中で日本に、まあ日本でそのビッグランをやってくれたっていう感じで来ました。でその宮田節さんのホピの予言もなんかね、何年か前にデジタルでリマスター版できたとかっていう話もちらっと聞いたんで、どっかで探したら手に入る、見れるかもしんないですね。まあもし興味があったら探してみてください。んで火月神事ってのは
まあ調べてったらすぐ出てくる話だと思うんですけども、もともとはあの大本教ってあの出口鬼三郎ってまあ有名な方がいらっしゃるんですけども、大本教もまあすごいんだよね。あそこ上芝森平さんとかね、いろんな人がまあ大本教の信者になってたりで、まあ日本の中では結構あの予言なんかも的中率かなり高い方みたいですよね。なんか携帯電話みたいなもんまでなんか登場予言してたりね。でそのまあ大本教の広報員だった人で岡本天明っていう人がいて、で岡本天明がまあお筆先っていうかね、まあ自動書記でそのまあ本人にも読めないような数字とか記号のずらーっとした羅列を突然その曲形神社っつったかな、なんかそこで住職かなんかやってたのかな、その辺ちょっとうろ覚えですけど、んでそのお筆先で下ろされたものがまあその原文が一二三神事っていうもんで、で本人も全然意味解読できなくて、でそれを後々にこうそういうまあ霊感ある人らもだいぶ手伝ったんでしょうね。でそれ読み解かれてまあ現代語に訳されてきたのがその火付き神事っていうもので、でその中で語られてるのがあの国と子たちの狼だろうと。でそのねその情報でそれって本当は出口鬼三郎に降りるはずだったんじゃないかって言われる、そのとどめの刑事って呼ばれてみたり、でその出口鬼三郎大本教ってのはその前に出口直っていう方がいて、で出口直っていうまあ女性の方なんだけど、その人に最初お筆先が降りたんですよ。でその人はもうまあ家庭があんまり裕福じゃなかったんで字も書けない読めないような人だったんだけど、その人にまあお筆先がバーッと降りてしまって、でその後で今度は出口鬼三郎その娘婿ですよね。出口鬼三郎ってのは出口直の娘婿で、でその人にもいろんな啓示が降りてきて、でまあ霊界物語だったりいろんなもん書くんですけど、でも霊界物語はまだちゃんと読んだことはないんですけどね。でまあその流れの中に降りてくるだろうって言われてたのがその岡本天明の方に降りてしまったと。で岡本天明が書いたって言われるのがその火付き神事っていうもので、でそこで書かれてるのはおそらくこれ国と子たちの狼からのお筆先だろうと。で国と子たちの狼ってのはもう日本のほぼほぼ原初神に近い神様です。でまあ竜神だと言われてる。で国と子たちの狼ってのは日本の国土がまあ日本国が自分の国体だと。で日本国ってのはその北海道を頭にした上り竜と九州を口にした下り竜って二つの形を持ってる日本列島はね。でそのまあ竜体であるというところでまあ竜神からの予言ってことで、まあ昨日サムネイルに書いたんですけども、で日本列島ってのはなんかちょっとこう特殊な役割思ってて、昔から古子古伝ってね、その正式の正史っていうところでは認められてない古子古伝ってのが日本ってちょこ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 あるんですけど、その中で語られてる話として、その内屋島外屋島っていうまあ考え方があるんです。で内屋島外屋島ってのが日本ってのは世界の雛形で作ってあると。で、形すんごい似てんですよ。北海道がアメリカ、北米大陸で、で、本州がユーラシア大陸で、で、四国がオーストラリアで、九州がアフリカで、南米が余るんですけど、これ日本列島の本州、まあ、日本の本州をそのままユーラシアと見て、
で、台湾を南米っていう説があったり、んで、あと、北方領土あたりをその、まあ、南米大陸と見るっていう考え方もあったり、んで、あと、もう一個、俺はそれかなって思うのが、日本列島の本州って、フォッサマグナで真っ二つに割れてんですよ。で、東側の日本と西側の日本ってのが、一回昔ぐーっと離れたらしいんです。で、その間海になったりしてんですよ。で、海になったやつがまたガーッと寄ってきて、で、その間が繋がって、で、繋がってこの動きが余ってベリ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 と盛り上がって、ベロンとひっくり返ったのが、北アルプス、南アルプスだっていう話があったりね。そこで分かれてるっていうところでは、じゃあ、ねえ、南米大陸って東側の本州かなっていうのが、なんとなくイメージとしてはすっきりするような。ただその、まあ、十和田湖がバイカル湖っていうところとかがちょっと合わなくなってくるのかなと思ったりね。まあ、その辺は、まあ、どこが何なのか細かいとこまでははっきり分かってない。で、いろんな説がある話なんですけど、で、これ、雛形論って言って、大本教も、まあ、弾圧を、大きい弾圧は 2回受けてんです。日本政府からね。で、それも、結局はその、日本に起こることの雛形として、その、やったっていうことを、出口鬼三郎なんかも言ってて。で、まあ、その、次元上昇をする、っていう時にも、その深海で起こったことが霊界に移って、霊界で起こったことがこの限界に移ってくるっていう、その雛形って言っても、起こった現象がそのまま投影されてきて、その投影されたものがさらに下に投影されていくっていう、そういう型を持ってるみたいで、で、日本ってのはある種こうエネルギーが出入りする場所なんでしょうね、きっとね。だから日本に起こることは世界に起こるって言われてて、で、世界に起こることは日本に起こるっていうふうに言われてたり、で、確かにね、いろんなこと似てんですよ。その能登半島がスカンジナビアだったりね、スカンジナビア半島だったり、あと、まあ、インディアンの土地ってのが、まあ、アイヌの歴史となんとなくちょっと似てたりね。まあ不思議な関係なんです。その内屋島、外屋島。で、俺さっきちょっと内屋島、外屋島で検索したら、まあ YouTube で日本だけかな。本当はね、もっと出てくる、ちゃんと調べたら出てくると思うんですけど、その内屋島、外屋島をメインにして歌ってるのが多分2、3本ぐらいかな。まあそれ、一応貼っといてみますね、下にね。まあ地図見るとすごい、なんとなくね、お、似てるなって感じです。まあ今日はそんなとこの話かな。で、次回は、日本の歴史とかね、あとまあ、日本の王様にまつわった話、とか、その辺とどうしても切り離せないのが、そのキリスト教っていうのとユダヤ民族っていうね。で、日ユ同祖論って、日本とユダヤはね、元一緒じゃねえかみたいなことを言われたり、で、もうね、そのまあユダヤ人が日本に流れ着いて東に向かってたどり着いたっていう話もあれば、まああと竹内文書なんかで言うには、日本人ってのは、もともとが日本に、その雨のスメラの御事が雨の浮き船に乗って降り立ちましたと。ね、雨の浮き船って、まあ今の言葉に直せば空飛ぶ円盤ですよ。 UFO に乗って、雨のスメラの御子と、まあ、宇宙人の中のなんか偉い人みたいなのが、まあ、日本に降り立ったと。で、なんか言い伝えでは、その富山に降り立ったんじゃないかと言われてるね。
竹内文書も政党と、なんかもう一個ね、その竹内清丸って、名前はこっちの方が通ってるのかもしれないですね。いろいろあって、政党って言われてるのは、何年前だろう、3、4年前に亡くなったんですけど、竹内睦弘さんって面白い相方、73世だったんですけど、そっちの竹内文書の話からいくと、いや、もう元人間の元ってのは日本で作ったんだよと。で、日本で5色の人間を作りましたと。で、それが世界中に散らばって、世界を、それぞれ収めていきましたと。で、それを、雨の木舟に乗って、雨のスメラの御事が巡行して歩きましたっていう。だから日本から、で、日本がその、だんだん海面上昇で、で、日本海ってのは昔はちょっとしたこう、大きな湖ぐらいだったのが、だんだんそれが海面上昇に伴って、海になってきたと。で、海になってきた時に、日本の本体に残る連中と、あと、その、今のうちにも大陸の方に渡っちゃおう、渡っていこうぜっていう連中と、で、あと、海洋民族だったから、その船で、ずっとその海で、西に向かってったっていう連中が、後々また帰ってきた話だよっていう話だったりね。どっちがどうってのは、なんともね、そこでは正式の見解ってのはないので、わかんないんですけど、でも日本ってかなり怪しい歴史がいろいろあるんで、その辺ちょっとお話ししてみましょうかね。気が向いたらまた遊びに来てくださいね。で、あとね、チャンネル登録者数がおかげさまで今さっき見た時で650人ぐらいかな。昨日今日で多分ね、5、60人増えてるんだと思うんです。ありがとうございます。で、おそらくこのペースでもし行ければ、1週間ぐらいでなんとか1000人行けんのかなっていう感じです。で、あと、総再生時間数ってのも、今確かね、3000も超えてるとこなんで、うまくすればあと1週間、10日ぐらい見れば、そういう条件はクリアできんのかなっていうところに今います。ので、引き続き、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、次回は、ユダヤと日本の関係。で、これね、秘密でも何でもないんですよ。秘密でも何でもなく、次回の時に、ミノモンタの番組でやってたやつ貼っときますね。結構ね、詳しくやっててくれたりするんですよ。そういうことで、次回はその辺の話をしてみます。じゃあ、また遊びに来てくださいね。じゃあ、またね。